聖書を拝読します。愛歌3章33節です。主は人の子らをただ苦しめ悩まそうとは思っておられない。アーメン。대전만민교회の担任길택식복씨が神の見思いというメッセージをお伝えします。ハレルヤ。はい、全国と全世界の生徒の皆さん、ハレルヤ。 GCN 放送の視聴者の皆さん、ハレルヤ。満民中央教会創立38周年心からお祝い申し上げます。神様にすべての栄光を捧げます。満民マガジンをご覧になりました。世界の各国から祝賀メッセージを送ってくださった方々、ありがとうございました。今日はヨングスクという名前を持っている方々に会ってみましたが、とてもいい名前だと思います。栄光を返してくださってありがとうございました。ヨングスクという名前を聞きながら、私なりに思い浮かんだことがあります。霊的な御言葉を聞いて、驚くべき神の力を体験して成長した万民に与えられた働きとビジョンは、世界にイエス・キリストを伝えることです。もう一つあります。永遠の天国エルサレムの主人公になることは、私たちの宿命だと思います。満民マガジンを制作してくださった方々、ありがとうございました。講談喧嘩を紹介します。喧嘩者は監視会連合会です。1982年10月10日創立以来、沖を光を放てという標語を持って、民族福音化と世界宣教のために走ってきて、新しいエルサレムを望んで走ってくるように導いてくださる三位一体の神様に全ての感謝と栄光を捧げます。まず説教者講談の生け花を紹介します。38年間命の御言葉と神の力ある技を持ってリバイバルさせてくださり、イスラエルにまで宣教できるようにして豊かな実を結ばせてくださり、すべての人を救いへの導く神様の愛を表現しました。次、司会者席の講談の生け花は、今年の祈祷課題、牧者の再創造の力 100% を慕う心で、約2000年前イエス様がベテスタの池のところで38年の病人に初めの声を発して癒してくださり、その後もう罪を犯してはなりませんと言われたことを、その出来事を表現しました。38年間清潔の福音を聞いた万民の主のしもべと生徒の皆さんが、再創造の力によって肉を捨てて新しいエルサレムに向かっていく姿を表現しました。教会創立記念日を迎えて、澄んで青い秋の空のように美しい主の心に似て、善と愛が深まる皆さんになりますように、監視会連合会から講談喧嘩をします。生け花のために奉仕してくださった方々に感謝します。どんな状況でも黙々と自分のいる場所を守ってくださったすべての生徒の皆さんに心から感謝いたします。愛しています。ハレルヤ。はい、ありがとうございました。今日は万民中央教会が創立して38周年を記念して前夜礼拝を捧げる金曜徹夜礼拝です。万民の歴史はただ信仰で歩んできた道でした。誰よりも神様を第一に愛する道会所先生の信仰が込められている教会です。また清められた子供を得るのを望んでおられる神様の心を悟って祈り、清められるために走ってきた万民のすべての生徒の皆さんの愛と献身が
込められています。万民の38年間いろんな試練と困難もありましたが、万民へ向けられた神様の心は変わりませんでした。苦しみが大きいほど神様の御業はさらに大いに現れました。私たちが神様の心を全部分かることはできませんが、神様は生きておられます。そして万民のために立ててくださった神様のご計画は今までも変わらなかったし、これからも続くでしょう。そしてそれは必ず成就すると信じます。このような尊い教会で信仰生活をしている私たちはとても幸いな人です。今まで万民教会を導いてくださった素晴らしい父なる神様に感謝と栄光をもう一度捧げましょう。人の人生にはいつも予想できなかったアクシデントに遭遇することがあります。不意の出来事が起こることがよくあります。こういう時気をつけなければなりません。なぜこんなことが起きたんだろう、頭痛い、わからない、あの人のせいだと落ち込んでいてはいけません。こういうことに遭うようになさる神様の心を悟ることが大切です。今私たちは外的には新型コロナウイルスによって聖殿に集まって礼拝が捧げられない状況です。内的には道家女先生が共におられない時間を過ごしています。しかしこのすべてのことにおいて神様が私たちに求められることが必ずあります。そのお求めに応じてそれに従って生きることが私たちがすべきことだと思います。創立38周年を起点として心機一転する万民になりたいと思います。そのために神様の心を知るべきだと思いますので、今日は神の御思いというタイトルで恵みを分かち合いたいと思います。まずは神様の御思いについて調べてみて、その心を知ったなら私たちはどんな姿になるべきかについて調べたいと思います。今日の本文を記したエレミア預言者エレミアはユダの民が主なる神様を捨てて偶像に仕えて罪を行ったので神様の裁きを受けるようになることを伝えた預言者です。自分も大きい国バビロンによってユダが惨めに踏みにじられるのを体験しました。このような自分の国の状況を見ながら悲しむ聖書が愛歌です。そしてなぜエルサレムにこういうことが、どうしてこんなことが起きたのかという質問が続きます。しかし彼の心には神様への信仰がありました。それで主の憐れみは尽きない、主の真実は力強い、主は慈しみ深い、見放してはおられない、恐れるなと告白しています。そして今日の本文にあるように、主は人の子らをただ苦しめ悩まそうとは思っておられないと言っています。では神様の御思いは何でしょうか。私たちはこの世を生きていながらいろんなことに遭いますが、その子供たちをご覧になって神様が望んでおられることは何でしょうか。永遠に誠の愛を分かち合う誠の子供を得るための神様の心です。神様が言葉で天地を創造されて人間工作をなさる歴史の中には数回新しい転換点がありました。ここに神様の御思いが込められているのです。最初の人アダムが作られて人間工作のための出発点になりました。しかしエデンの園で全ての良いものを味わっていたアダムはそれがどれほど良いのか幸せなのかよく感じられなかったのです。後でアダムが罪を犯してエデンの園から追い出されて、涙、悲しみ、苦しみ、死があるこの地上で工作を受けて、やっと誠の喜びと幸せを悟りました。アダムがこの地上に来てから6000年人間工作が始まったと言えます。
そして罪と悪が増大して人類が大洪水によって裁かれるようになります。その時神様はノアという人を通してもう一度人間工作を始まることになさいます。大洪水の裁きの時、神様が最初地球を創造なさった時、取り囲んでくださった光がなくなるようになります。それで全てが肉の属性に戻ってしまうし、本格的な人間工作が始まります。それだけでなく、もう一度転換点がありましたが、それはバベルの塔の事件です。それを通して人類はいろんな言語と民族に分かれます。神様の人間工作のための環境づくりは続きます。そして悪い霊たちはそのための道具として使われました。神様の摂理があって、ご計画があって、それはすべて公義によってなされるものです。そして神様の心です。いくら悪い霊どもが自分の力を使っても、結局神様には勝てないということです。どういう意味でしょうか。この地上は敵である悪魔サタンが支配している熾烈な人間工作の現場です。しかしその中でも悪に染まらずに神様を恐れて、その御心通りに生きる人々がいるということです。心から湧き上がる愛を持って神様の心を動かす誠の子供が得られるのです。このような美しい子供たちの姿を期待して人間工作をなさること、神様の見思いはここにあります。たまに道海上先生は生徒の皆さんに、すみませんと言われます。祈らなければ、御言葉通りに生きなければということによって生徒が重荷として思うかと思って、そう言われますが、しかしそのこの道が天国に行く道だから、これを伝えないではいられないと、もう一度強調して言ってくださるのです。生徒の皆さんはその道海上先生の心を知っているから、それをよく理解して、そして正しい道に導いてくださる牧者がおられるから幸せだと告白します。人間工作が始まって2000年経った後、信仰の父アブラハムが生まれます。神様はアブラハムを練ってくださって、彼が信仰の父としてふさわしい人になるように導いてくださいました。アブラハムは神様について知っていて、神様を恐れる生き方をしていました。しかし彼が聞いて神様について知っていることと、自分で体験して神様について感じて悟ったこととは大きい違いがありました。試練に遭うたびに喜びと感謝で通り抜けたアブラハムは、神の深い心まで悟るようになります。それは一人子イサクを全焼の生贄として捧げなさいという神様の命令に完全に聞き従う姿からわかります。アブラハムがイサクを全焼の生贄として捧げるということは、ただ自分の息子を捧げるという次元ではありません。自分のすべてを捧げる、それ以上の次元です。それはイサクが持っている霊的な意味があるからです。一人子イサクは約束を受けたものです。神様はイサクを通して空の数え切れない星のように、地の塵のように多くの子孫をくださると約束なさいました。このような尊い息子を今になって神様は捧げなさいと言われたから、普通ならどう思うでしょうか。確かに約束の子孫としてくださった息子なのにとためらうのではありませんか。神様の約束はどうなってしまうんだろうと、なぜこの息子を捧げなさいと言われるのだろうかと悩むかもしれません。しかしアブラハムは
ためらったり悩むこともなく、すぐ聞き従ったのです。なぜならアブラハムは神様のその身思いを知っていたからです。それは何でしょうか。自分がイサクを捧げれば神様は必ず蘇らせてくださると信じていたからです。そして約束を成就してくださると信じていたからです。どれほど素晴らしい信仰でしょうか。とても難しい問題だったんですが、アブラハムには信仰という鍵がありました。アブラハムは神様がイサクを通して多くの子孫をくださるという約束を信じたので、彼を捧げても神様が生き返らせてくださることを信じました。いつも良いものだけくださる神様の身思いを知って信じていたからです。しかしアブラハムの若いしもべたちは分からなかったので、彼らは残してイサクだけを連れて山に行ったんです。アブラハムは神様がイサクを捧げなさいと命じられても、神様の御心を信じて少しも誤解したりしなかったのです。かえって神様が自分の信仰と愛を認めてくださって、このような命令までなさると思って、喜びと感謝を持って聞き従ったのです。本文をもう一度見ましょう。愛歌 3-33、 主は人の子らをただ苦しめ悩まそうとは思っておられない。エレミア 29-11 には、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだとあります。神様が子供たちにわざと耐えられない試練に合わせられる方ではありません。また苦しみに遭っていることをただ見ている薄情な方でもありません。予知予定の神様はアブラハムがどのようにそのテストに通るかも知っておられたし、神様を愛して恐れる心も知っておられました。それでもその試練に合わせられた理由は、後で彼に与えられる祝福と信仰の父という祝福を受けるとき訴えられないようにするためでした。敵である悪魔サタンの前でもアブラハムの信仰が明らかにされるようにしたのです。何よりもどんな状況でも神様のことを誤解しないで、いつも良いものを与えると望んでおられる神、与えたいと望んでおられる神様の心を信じるアブラハムの心の香りを嗅がれたのです。それで人間工作のやりがいを感じて喜ばれたのです。これが神様の身思いなのです。アブラハムが生まれて2000年ぐらい経った後、ついに人間工作のための神様の驚くべき奥義が明らかになります。つまり御子イエス様が人となってこの地上に来られたのです。全人類の罪のために神様はあまりにも大きい犠牲を払ったのです。愛する息子でも私たちのために惜しまずに渡してくださる愛、その愛そのものが神様の神様です。ローマ 5-8 に、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますとあります。以心伝心という言葉があります。心から心へ伝わるという意味です。自分の心を相手が分かってくれる時、その喜びはとても大きいでしょう。このように神様も、神様の心を知って理解する子どもたちを探しておられます。そして子どもたちの心にある善と愛を神様に伝えるとき、とても幸せに思われるのです。ですからイサクを捧げたアブラハムを見るとき、どれほど喜ばれたでしょうか。
私は人間工作のために一人子を渡す。アブラハムも同じ心なんだ。私を誤解しないで、私の心を分かってくれて嬉しい。私の心に似ているからとても幸せだと思われたでしょう。私たちが神様の見思いを知っているなら、神様を愛するしかありません。神様を信じるから圧倒的に世に勝利するのです。苦しく思ったり揺れたりすることはないのです。一番良い時に一番良いものとして報いてくださり、栄光を大いに表される神様を最後まで信じるのです。神様の見思いを知るということは、人が願うことと神様が望んでおられることの違いで、神様の御心を悟ることです。神様が望んでおられることを正しく思うことです。それで自分のために祝福を備えて導いてくださる神様を信じて、力づけられて試練に勝ち抜いていくのです。喜びと感謝を持って信仰生活ができるのです。このように神様の心を押し明かる万民の聖徒の皆さんになりますように。それで長い歳月の間、人間工作をなさりながら待ってくださった神様の誠の子供になる皆さんになりますように。それでは神様の見思いを知っている私たちはどんな姿になるべきなのか、2つお伝えします。第1はしっかり立つことです。新型コロナウイルスの後、私たちの日常生活は多くが変わりました。そのうち一番大きい変化は、人と対面するのを避ける非対面社会への転換だと思います。それで外部の活動をしていた人々が、このようにソーシャルディスタンスを取ることや外部の活動が遮断されて一人でいる時間が増えて、窮屈さと不安を感じるようになっているのです。このような現象をコロナうつ、あるいはコロナブルーと言いますが、これはコロナとうつの意味のブルーを合わせた言葉です。人々はコロナのことでうつになって無気力を感じることがよくあるのです。そして感受性が強くて敏感な人ほど、このコロナブルーにかかる確率が高いそうです。ある調査によると、成人男女3人のうち1人がコロナブルーのような症状を経験したと答えたそうです。私たちは最近2年以上の教会の試練の時間を過ごしていて、コロナによって各家庭でオンラインで礼拝を捧げるなど、信仰生活の環境に多くの変化がありました。このような環境の中で、ひょっとして東海女先生がおられないから元気が出ないとか、先生が来られるとその時使命を果たしますという方がいるでしょうか。オンラインで礼拝してあまり恵みを受けられないと疲れているのではありませんか。万民の聖徒の皆さんは今まで多くの恵みの体験をしました。牧者の空間の中でした。それで信仰を持てて、祈りながら忠実に仕えて、幸せな信仰生活をして、新しいエルサレムへの望みもあふれるようになりました。私たちが学んできたのは真理です。またどんな状況に置かれても、その心を奪われないで守ることが神様の恩命に真実なことでしょう。神様は今のこの環境を通して私たちに何を望んでおられるでしょうか。これまで学んだ真理を持って神様との間で信仰か信頼関係を築いたのだから、それを守ることが誠だと思われるでしょう。そして牧者のおかげでこれくらい成長したなら、今は独り立ちして自分がしっかり立って、この教会への神様のご計画を悟って世界の人々に福音を伝えることが、神様が
望んでおられることだと思います。その神様の心を知っている私たちは神様の前に力づけられてしっかり立っていなければなりません。これまでいただいた恵みを保たなければならないのです。世の人の中でソーシャルディスタンスを取ることで今自粛の時間を持っていて、コロナうつによって悩む人もいるし、でも反対に自分の内面を見つめ直して人生の意味について真剣に考える人も増えているそうです。私たちもこの時間を通して神様が今まで働いてくださった恵みをかみしめながら真理に固く立っていきましょう。このような姿を神様の前に見せるならどれほど喜ばれるでしょうか。使徒パウロはダマスコに行く途中、劇的に主に出会った後、その時一度受けた恵みを一生忘れないで主のために全てを捧げました。苦しみと逆境に遭うたびにその信仰はさらに輝きました。歩けない人に祈ったら歩くようになるなど神の力を行ったし、福音を多くの人に伝えましたが、この世で栄光を受けたのではありません。迫害されて殺されかけられたこともあります。そして悪霊を追い出したらかえって鞭で打たれて牢に入れられました。同国人のユダヤ人たちはパウロが行くところに ついていて妨げて殺そうとしました。開拓しておいた教会の中でも生徒の間に争いがあって、パウロが深く悲しむこともありました。パウロを裏切って離れてしまう働き人もいたし、貧しい教会のために献金を集めたらパウロが私的に使おうとしたと誤解されたこともあります。しかしパウロはいろんな苦しみにあっても疲れたり気を落としたりしませんでした。なぜこんな目に遭わなければならないのか、主がなぜ助けてくださらないのかとつぶやかなかったのです。いつまでこのような苦労をすべきなのか、もうやめたいとも思わなかったのです。石で打たれて死んだ人のように倒れても意識が戻ったらすぐ福音を伝えに行きました。鞭で打たれて傷だらけになって牢に入れられても、夜大きい声で神様に賛美を捧げました。使徒パウロの熱い心はこのように冷めなかったのです。それは神様の見思いを心から感じて知っていたからです。主の御声を聞いた時、その方が自分の救い主であり人類への神様の愛を心に刻んだのです。それが変わらなかったのです。それが真実です。私たちは今まで道会上先生を通して多くの真理の御言葉を聞きました。何が誠であるのか、真実なのか、正確に見分けるようになって、神様の深い心も知らせてくださいました。ですから今は、私たちが自らしっかり立っていなければならないのです。このような姿を神様は期待しておられます。主のしもべと働き人は以前のような熱い心を持って生徒を顧みましょう。聖句を暗唱すること、聖書を読むこと、そして推薦図書を読んで鑑賞文を書くなど積極的に行いましょう。生徒の皆さんはオンラインで礼拝して祈っても心を尽くして捧げましょう。以前万民マガジンでもご覧になったんですが、インドの小さい村で小さい携帯でみんな集まって礼拝を捧げる姿がありましたね。ですから私たちもどこにいても神様の前に心を尽くして行い礼拝を捧げましょう。聖殿に出て礼拝を捧げた時のように献金も心を尽くして用意して捧げましょう。このように一つ一つを変わらずに行うことが自分の魂を守ることで自分の信仰を強くすることです。愛する生徒の皆さん、
第一ペテロ 5-10 に、あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって、その永遠の栄光の中に導き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいますとあります。神様は38年間成長し続けてきた私たちを今しばらく自粛する時間を通して身がしっかり詰まった最上品として作ってくださる過程だと思います。ですからこの時間を通してよく見分けて力強く走っていきましょう。真理を握って最後までしっかり立って真理の光を放つ皆さんになりますように。神様の御思いを悟った私たちがすべきこと第2はもう一段階上がることです。つまり肉の限界を突破して乗り越えることです。これは肉の方法ではできません。霊である神様の関係を信頼と信仰を持って深めるときもう一段階上がるのです。道会女先生は霊の世界を突き抜けました。御言葉を解き明かしていただくために数え切れないほど断食して祈り神様にすがりました。いつ答えが望むかわからない状況で、ただ神様が御言葉を解き明かしてくださると信じて、そしてこの霊の世界を突き抜けてほしいと思われる神様の心を知っていたので信じて求めたのです。そのように断食しながらすがった歳月が7年も続きました。今私たちが楽に聞いている霊の深い御言葉はただ簡単に得られたものではありません。道会女先生の献身の身です。韓国のある主のしもべも霊の世界を突き抜けために頑張って祈ったのに後で諦めてしまったと言われましたね。神様は後で道会女先生に言われました。彼は霊の世界を突き抜ける直前で諦めてしまったと言われました。それだけ霊の世界を突き抜けることは簡単なことではありません。しかし道会女先生は答えられるまで祈りすがって結局霊の世界を突き抜けたのです。そして今は再創造の力100に向かっています。このように道会女先生がしていることは神の言葉と神の力によって神様が生きておられることを明らかにすることができるからです。それで多くの人を主へ導くためなのです。第1デモテ 2-4 に、神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられますとありますが、この神様の心を道会女先生はとてもよく知っておられるのです。ここで私たちが悟ることがあります。神様のその身思いを知っていること、知っている人が最後まで信仰で求めることができるし、答えを受けるということです。ですから、神様の身思いをどのくらい悟っているのか、神様との関係をどのくらい深めているのか、肉の限界にぶつかっているのではないのか調べてみたいと思います。これまでは牧者のおかげで私たちは恵みを受けて答えを受けることができました。では今はどうすべきでしょうか。神様は今はあなた方が自ら恵みを受けて肉の限界を突破して答えも受けなさいと言われているのです。私たちへの神様の心を信じるなら私たちはそれを実践しなければならないと思います。限界にぶつかって行き詰まっているところがないのか見つけなければならないと思います。一つ例を挙げましょう。お母さんが出かけながら二人の息子に留守番を頼みました。長男はいい子で言うことをよく聞く子です。しかし次男はやんちゃで母の言うことをあまり聞いてくれない息子です。こういう時お母さんは長男には頼んだよ、あなた信じるからと一言で言えばいいのです。そうすると長男はそれに聞き従ってその通りにするでしょう。つまり信頼関係が結ばれているのです。
しかし次男にはもう少し具体的に細かいところまで言わなければなりません。部屋を散らかしてはダメだよ、ガスコンロを使ってはダメだよ、勉強しっかりしててねと、信じるからねと言います。この時お母さんは信じるとは言いましたけれども、次男はそれに従ってくれるでしょうか。多分そうでないと思います。母の立場では次男への信用はあまりないでしょう。今までのことがあるから。それでも信じるというのは、そうするとは思わないけれどそうしてほしいと望む心があるからです。ここで私たちが悟ることがあると思います。まずお母さんが次男を本当に信じるからとからではなくて、ただそうしてほしいと思って望みを持って言ったように、私たちもひょっとしてそのような望みを持って神様に祈っているのではないかを顧みたいと思います。本当に神様が答えをくださると心から信じてではなくて、答えてくださればいいとただ望んでいるだけではないのか顧みなければなりません。神様は創造主であり、聖書は誠の真理だと知っています。それでその知っている知識を持って信じますと告白はできます。しかし神様との信頼関係が結ばれていなければ、それは本当の信仰から出てくる告白ではないのです。ただそうしてほしいという願いに過ぎないのです。もしかしてそのような信仰にとどまっているのではないのか顧みたいと思います。そして長男とお母さんの間には信頼関係がありましたね。それでお母さんが頼むよ、信じると言った通りに長男は聞き従うのです。信頼関係が築き上げられているから、お母さんも本当に信じてそう頼んだし、長男は実際そう行うのです。つまりお母さんのその言葉は実を結ぶのです。信仰通りになるという御言葉のようです、ようになるのです。神様との関係でもそうです。信頼関係を強くするとき、信じられる信仰が与えられるのです。では信頼はどうすれば築くことができるでしょうか。約束を守れば信頼が築き上げられます。神様の御言葉を行って神様が喜ばれる善を積んでいけば、信頼も築き上げるのです。築き上げられるのです。主日を完全に守って霊と誠によって礼拝を捧げれば、恵みを受けて神様の前に大胆になります。偽りを言ったり自己中心的とか、栄光を返すことはおろそかにするとか、世のことに興味を持って神様のことに関心がない、そういう人なら神様とは遠ざかるでしょう。信頼は崩れてしまいます。メッセージを聞いて恵みを受けて祈っています、それだけで信仰が成長するでしょうか。神様との信頼関係が作られるでしょうか。いいえ、それだけでは足りないです。神様の御言葉を愛の心で積極的に行う時でこそ、神様との信頼関係が作られて、それが強くなるほど信仰が与えられるし、その信仰は働きをもたらすのです。ですから私たちは信仰生活をするときもそうですし、仕事をするときも、私はできます、可能ですという人と、いや無理です、できませんという人、2人の中でどちらを信頼できるでしょうか。ですから私たちは今ためらわないで信頼を積むために一生懸命行いましょう。基本的な使命を果たすことで終わらないで、もっと心を広くして周りを顧みましょう。そうすると多くの人が喜んで感動するでしょう。そして自分によって主の国が広がるようになるでしょう。肉の思いよりは御霊に関することに興味を持ってください。そうすると神様との信頼関係も築き上げられます。御言葉通りに愛を持って行った分、それは自分の中に真理として満たされるし、神様との信頼も
強くなります。すると神様も、あなたは御言葉をこのように行っているんだ、心を広くしているんだと認めてくださるし、信頼してくださるのです。自分の中に真理が満たされたから、自分も自分を信頼できるし、大胆に信仰の告白もできるのです。そしてその信仰は真実になって、その通りに御業が現れるのです。同じように信じますと言っても、ある人は御業が伴うし、ある人には御業が伴わない場合もあります。それは誰の問題でしょうか。自分自身の問題です。神様との関係で信頼がないからです。ですから信仰を育てるためには、自分が信頼を築き上げなければなりません。信頼を築き上げるためには、御言葉を感謝と喜びを持って行わなければなりません。一つ一つ行いをコツコツと気づいて積んでいけば、信頼関係も強くなり、信仰も与えられるのです。するとその信仰によって御業が現れるということを覚えていてください。これが今私たちがすべきことだと思います。行わないでただためらっていってはいけません。積極的に行って、神様との間に信頼関係を突き上げていきましょう。このように私たちがもう一段階上がる機会を神様がくださっているのです。神様が望んでおられることは、私たちが苦しみにあったり、困難にあった時、限界にぶつかって気を落とすのではなくて、その限界を乗り越えて信仰によって突破することを望んでおられます。何か大きいのを要求されるのではありません。今まで私たちが学んできた真理、御言葉を握って変わらず行うことです。そしてもう少し積極的に善意を積んでいくこと、これが結果的に信仰が成長する道になるのです。道会所先生がおられた時は、その恵みに満たされた雰囲気に流されていたなら、今は自分でやってみるのです。神様を愛する証拠を見せましょう。この方法はどうでしょうか。以前恵みを受けたことを思い出して書いてみるのです。そして今は一人でもそれを行って、その恵みを保っていくのです。例えばダニエル祈祷会を聖殿に来て聖霊に満たされて祈ったなら、今は一人でオンラインで祈っていても、同じように聖霊に満たされて祈ることです。そして生徒を顧みて施しをしていたなら、今は一人でも生徒を顧みて施しをするなら、それも信仰が成長する道になるでしょう。宣教会で聖書を読む大会をする時だけ聖書を読んだなら、今は自分で自ら聖書を読んで、その中に込められた神様の心を感じるなら成長していくでしょう。生徒の皆さん、道会所先生は不在で、私たちがなすべきことはたくさんあります。このような状況で肉的に考えたり、あれこれ計算したり、また自分の肉の思いの中でよく考えないで口にしてしまうなら、これは聖吉の御言葉によって教えられた人の姿ではないと思います。こういう状況でほど私たちは神様に望みを置きましょう。神様との信頼関係をさらに強くして、信仰を成長させていくとき、神様はその信仰をご覧になり働いてくださいます。今のこの時間はただ立ち止まっている時間ではなくて、肉の限界を突破してさらに大きい信頼と信仰へと飛躍できる絶好のチャンスにする幸いな皆さんになりますように。結論です。子供が成長すれば、自分の誕生日になると親に感謝するようになります。創立38周年を迎えて、神様に今まで万民を38年間育ててくださり感謝します。父なる神様、私たちはよくやっています、心配なさらないでくださいと、神様を慰めることができるならどれほど喜ばれるでしょうか。今日の本文のように、神様は
今の時間を過ごしている万民に望んでおられることは、ただ苦しめ悩まそうとは思っておられないのです。万民がさらに完全になって人間工作の美しい身として出てくることを望んでおられる神様の心なのです。その神様の身思いを悟って、今より大きい苦しみがやってきても私たちは真理を持ってしっかり立っていきましょう。そして神様との間で信頼を築き上げて、肉の限界を突破して神様の御業を体験するすべての生徒の皆さんになりますよう、主の皆によって祈ります。聞いたメッセージを覚えて一緒に祈りましょう。父なる神様、感謝いたします。神様は生きておられます。そして私たち万民を真理を持って養ってくださり、神様の心に似るものとして導いてくださいました。神様の身思いを悟って、真理にしっかり立って肉の限界を突破してもう一段階上がる、このようなチャンスの時間、神様の前に美しい身として結ばれる生徒の皆さんになりますように助けてください。感謝します。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。映像で道会長先生の癒しの祈りを受けます。具合の悪いところや患いのあるところに手を当てて、心の願いがある方は胸に手を置いて信仰を持って祈りを受けますように。ハレルヤ。全能の愛であられる父なる神様、この時間祈りを受けるすべての生徒の上に安守してください。 GCN 放送とインターネットと映像で祈りを受ける司教会と姿勢で、全世界の神の子どもたちの上にも時間と空間を超えて働いてください。信じられる信仰を与えて、否定的な思いと疑いの勢力、あらゆる試練と困難も退けてください。頭からつま先まで、五臓六腑、骨の節々、全身の神経組織細胞など、具合の悪いところは皆精霊の火で焼き尽くして、初めの光で働いてください。イエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔サタン、すべての病気病原菌患いを下がれ、光を望め、不治の病難病も精霊の火で焼き尽くして完全に癒してください。マラリアなどあらゆる風土病も退けてください。風邪、咳、熱、疲れ、インフルエンザなどの流行性の病気も下がれ、どんな流行性の病気病原菌も入らないように守ってください。胃がん、肺がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、皮膚がんなどあらゆるがんと、エイズ、白血病、脳卒中、高血圧、低血圧、心臓病、肺と胃腸の病気、糖尿、婦人病、皮膚病、甲状腺疾患と、すべての炎症も完全に癒してください。小児麻痺、中分関節炎、ヘルニアも完全になり、腰痛、頭痛、神経痛など痛みは皆消え去れ、転換自閉症、うつ病、躁うつ病、ノイローゼなど精神疾患も下がれ、すべての麻痺も解けて、立ち上がり、歩き、走れ、目もよく見えて、耳もよく聞こえるようにしてください。全く見えないものは見えて、聞こえないものは聞こえて、口の聞けないものは物を言いなさい。事故の後遺症も完全に癒して、折れた骨もつけてください。やけども完全に癒してください。熱気を下がれ、熱も下がれ、父よ、傷跡もないように働いてください。麻薬など薬物と毒物、劇物の中毒も完全に癒されなさい。死んだ神経と細胞が生き返って、死んだものも生き返らせてください。身ごもりの祝福を与えてください。身ごもりの祝福を受けよ。イエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔サタン、空中の権威を持つ支配者である悪い霊どもよ、下がれ。その使い立ちも下がれ。この地上の悪い霊、汚れた霊、偽り、欺きの霊、争いを起こして惑わす闇は皆下がれ。すべての悪の絆を解いて闇を下がれ、光を望め、父なる神様、主を呼び求めて祈れるように、罪を捨てて清められるように強くしてください。魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いをくださり、家庭も福音化されますように、
一週間もあらゆる事故と災いから守って、何をしても栄えるように祝福してください。聖霊の炎の壁で天の軍勢御使いと主の燃える炎のような御目で、全ての神の子供たちと家庭、職場、事業の場を守ってください。子供たちには知恵と悟りを加えて、勉強もできる熱い心も増し加えてください。心と思いをこの世に奪われないように守ってくださり、神様を熱く愛するよう祝福してください。神の子供たちが食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光を表すように祝福してください。私は神様を見つけた、体験した、答えを受けた、祝福されたと証しする口になるようお働きください。父なる神様、感謝いたします。栄光をお受けください。我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。